獲物は決まったよ、鉄を。了解でごわす。そんな一丁上がりでごわす。バン、やられちまった。なんだよ、俺の出番はなさそうだな。俺帰る。ああ、行っちゃった。お前らも帰っていいんだぜ。帰るもんか。おとなしく帰っていれば LBX を失わずに済んだもの。消えた。これ以上は持たない。これでとどめ。ダメだ。あのウォリアーは。バン、カズ、カズ来てくれたのね。やめとけって言ったのに。しょうがないな、お前らは。さあ、反撃開始といこうぜ。はあ、やろう。最後だ。
気を緩めないで。そろそろ落ち着けっせ。お前たちか。俺のことを嗅ぎ回ってるっていう一年は。お前まさか。ま、奴だ、奴が。そうだ、俺がゴーダだ。ゴーダ、北島から盗んだアキレスを返せ。人聞きの悪いこと言うんじゃねえよ。俺たちはこいつを守ったのさ。守った？ある人から頼まれたんだよ。悪い大人たちやお前みたいなガキに使われる前に回収しろってな。ガキって、あなただって同じ中学生でしょ。ある人って、レックスってあのレックスか。え、カズ知ってるの？ああ、ネットの世界で噂される伝説の LBX プレイヤー。そう、レックス。でもどうしてそんな奴がアキレスを欲しがっているんだ？さあな、俺に言えるのはここまで。アーマーフレームは俺が店長からもらったんだ。返してもらうぞ。ほう、あれが例のコアスケルトン。確かに波の知るものじゃなさそうだ。面白え。試させてもらうとするか。そのす、ほらよ。俺の破壊王にそのアーマーフレームは合わなかったんだな。こいつを使って俺と戦え、俺の破壊王と。破壊王、あれがゴーダの LBX。 お前が勝ったらそいつはお前にやる。だが負けたら俺のものだ、コアスケルトンごとな。一方的ね。ハンデとして3対1でいいぜ。なんだと。よっぽど自信があるのね。どうするな、バン。わかった、そのバトル受ける。奴の LBX は地獄の破壊神と呼ばれている。相手を破壊することで有名な奴だ。やらなくちゃ。こいつは俺の LBX だ。だから俺が守る。覚悟はできたようだな。さあ、早くアーマーフレームを装着しろ。できた。これがアキレス。アキレス。もういいか、待たせやがって。さっさと始めるぜ。さあ、バトル開始だ。
ダッシュ。その目に刻め、これが地獄の破壊神、破壊王だ。